策を抜けた劉備たちであったが、気がかり強力な僕を得て敵は勢いを増した。むやみに追撃できぬか。まずは西王母を保護しましょう。敵の手に落ちれば取り返しがつきません。ですがそれでは強撃を受ける可能性があります。ここは牧王に陽動を仕掛け敵戦力を分散させるべきです。お前たちは何も見えておらぬ。光線を攻めるが上策。西王母のことしか頭にない今なら翻弄するのもたやすかろう。保護分断撃破。さていずれを取るか。ならば我が軍を三つに分けよう。諸葛亮、力尊殿、芝居殿、頼んだぞ。ねえねえ、お話聞かせてよ。